ど、その活動を知ってもらえたらいいなと思いました。私たちはまず音楽で届けたいということで、今から翼をくださいを練習します。この翼をくださいは、まだ練習なので完璧に弾けるものではありませんが、ひよちゃんが病気が治って自由に走り回れる、走り回ってる、楽しそうに走り回ってるっていう姿をイメージして作っていきたいと思っています。メディオスポッツが翼をくださいを弾くときはキカちゃんのことを思って弾く。楽しそう。